北口港内宇多津駅は、香川県綾歌郡宇多津町浜五番町にある四国旅客鉄道の駅。駅番号は Y09。隣の境出駅とともに、本州側から見た四国の玄関口となる駅。四国水族館の最寄り駅でもある。当駅の所属線である予算線と、当駅を終点とする本市備産線の二路線が乗り入れている。地上駅時代は、 優等列車の停車が一本もなく、一部の快速列車が停車するのみであった。しかし、本市備山線の開業後は、本州と四国を結ぶ交通の要衝となり、また、駅舎の移転、高架化に伴って、駅周辺が再開発された結果、利用者も多くなった。なお、本市備山線の列車はすべて予算線の高松駅方面、または田土津駅方面に直通している。 宇野線岡山駅茶屋町駅間、本市備山線、及び予算線あたり駅高松駅間を合わせた、岡山駅高松駅間には、瀬戸大橋線の愛称が付けられているが、本市備山線と予算線高松駅方面を直通する列車は、当駅でスイッチバックを行う特急、渦潮を除いて、宇多津駅構内の扱いとなっている。短絡線を経由するため当たり駅は、通過扱いとなる。 予算線の列車、及び、本市美山線と予算線多度津駅方面を直通する列車は、早朝、夜間の一部の特急や臨時列車を除き、全旅客列車が停車する。当駅では、特急、潮風、石槌、南風、四万と南風、渦潮の分割、併合が行われる。なお、二千二年までは、岡山駅方面と高松駅方面の特急の分割、 併行の大半は、多土津駅にて行われていた。北口駅前広場には、全国新幹線構想の一つである、四国新幹線のホームを想定した用地が確保、されている。島式ホームに目に四線を持つ、高架駅。現在の駅は広大な塩田の跡地にできたため、移転当初は、当時の宇多津町の中心部からは、外れており、閑散としていたが、 現在は、徒歩圏内に4タウンをはじめとした、商業施設や飲食店などが多く立ち並んでいる。1日平均の乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。